あたか。あたけ、あたかは、吉恒木などに取材した、農学作品である。成立は、室町時代。作者不詳。一説に、小次郎信仰作者説があるが、記録に残る最古の上演記録は、干賞6年、1465年で、信仰の少年が、宝徳2年、1450年という最近の、 研究成果によると15歳の作ということになり、不自然である。匂いの私での話が元になっていて吉経主従が、欧州に落ちる途中、畑の関で、関森溶かし望、溶かしやすいへとされるに止められ、弁慶が、偽りの肝人帳、寺院などの混流にあたって、鬼神を集めるため公認の主意書を読んでその場を逃れた、逸話を描く。後世、浄瑠璃、 歌舞伎などに展開してゆく、義経者、方言仏ともの代表的作品である。義経主従が山伏に変装して、欧州に下校する逸話は、東鏡、厳平清水記、義経記などによっているが、畑の席での肝人帳の読み上げはこの作品で、初めて見られ作者の創作と思われる。連携と溶かしのやりとりの緊張感、肝人帳の読み上げの見事さ。 一旦逃れられると思わせて、足弱の山伏、実は義経が見とがめられ、弁慶が思い切り主を杖で打つ、場面、最後の主演の場の弁慶の舞など見どころが多い。中入りなしの一段ものだが、あたけまでの道行き、肝心帳読み上げ、義経長着、難を逃れた手術の対は、とかしが追ってきて、酒になるの小場に分けられよう。ここではこれに従って、あらすじを解説する。 なおこの脳は、狂言方も終始劇の進行に参加する、あしらい愛である。以下社体で示した文は、用局本文からの引用である。加賀の国安宅の席を預かっている、とかし何坊が登場。義経一行が、山伏姿で逃亡しているので、もし山伏が通ったら、報告せよと言いおいて、脇座に控える。一方、義経と弁慶、その他、義経の家来、 協力の総勢12人が山伏姿で橋がかりから登場。旅の衣は鈴掛家のという有名な歌いを歌う。2月10日に遠出て、大阪関から大海に抜け琵琶湖を船で海津まで渡り、荒地山を越えて、ケ比の海、今の福井県鶴ヶ市にたどり着き、越前を通って、花の季節に、加賀国安宅に着いたという歌いである。その地で、ここに、新しい石書ができ、 山伏を仙義しているという情報を聞き、どうして通ろうかという相談になる。打ち破って通ろうという強硬な意見に弁慶は、この席を打ち破るのは簡単だが、後の工程を考えて、今はことを起こさないのが上策と進言する。義経は弁慶に任せたという。そこで弁慶は義経に、協力の荷物を背負い、一番後ろからくたびれた様子でついてきてくださと言い。 そして本物の協力に対して、様子を探って来いと命じる。戻ってきた協力は、物々しく、席を固めていますと報告する。一行は荷物を背負って足痛げな義経を最後尾に、畑の席に向かう。席に差し掛かると溶かしが尋問を始める。弁慶は、我らは、奈良東大寺の再建のために、北陸道に使わされたそうであると答える。 そしてこの席で山伏に限って止めるのはどういう次第かと問う。徳カ氏は、頼朝と不仲になられた義経が、欧州の藤原秀平を頼って山伏の姿で下校している。それを阻むためだと答える。徳カ氏の家来の立ち持ちが昨日も山伏を三人切ったという。弁慶は、切られるならば最後の務めをしようと山伏の由来を語り始める。 友の山伏もそれに昭和する。最後に山伏を撃てば、熊の権限の仏鉢が当たると脅しをかける。とかしは、誠の山伏ならば、肝心帳を持っているであろう。それを読み聞かせてくれという。弁慶は、もとより肝心帳あらばこそ、もともと肝心帳などあるはずもないと独白。しかし持っていた巻物を出し肝心帳と称して、高らかに読み始める。その内容は、 聖武天皇最愛の夫人が混流せられたルシャナ仏の霊場、東大寺のことが耐えようとしていることを惜しみ、春のり、傍聴元が諸国を肝心、寄付を募ることして回っている。もし一種半戦なりと立てつれば、この世では無比の楽を得、来世では数千の霊園の上に座すことになるというものである。その読み上げが、いかにも見事であるので、席の人々は驚きを恐れて、 一行を通そうとした。最後に、吉経が通ろうとすると、徳か氏は、そこの者とまれと命ずる。山伏一行はこの君を怪しまれては一大事と、色めき立つが、弁慶は一同をとどめて、どうして、この協力を止めるのかとたずる。徳か氏は、その協力が方眼殿に似ているという者がいるのだと、答える。それを聞いて弁慶は吉経に向かい、今日のうちに、 のとの国まで行こうとしているのに、お前がよろよろと歩いているばかりに、人に怪しまれてしまうのだ。混合杖で散々に打ち据えると言って、杖で義経を打つ。とかが止めようとすると弁慶は、荷物を持っている者に目をつけるとは、盗みとかと悪態をつき、友の者たちも、強力に刀を抜くとは臆病者と立ち向かう勢いで、ある。その迫力に恐れをなしとかは、誤りであった。 どうぞお通りくださいと席を通してしまう。席から離れたところで弁慶は義経に将棋を進め、先ほどは難儀のあまり思わぬことをしてしまいました。幸運が尽きて弁慶の杖にも当たられたこと、誠に情けない思いですと浴びると義経はそれは心得違いだ。弁慶のとっさの起点は天の加護だ。先ほどの散々の長着は弁慶一人の計り事ではない。 八万大菩薩のご選択であると答える。弁慶はそれに感激しながらも、いかにマステといえども、主君を撃つとは、天罰が下りましょうという。義経は、今日の難を逃れたのも不思議なことと歌い始め、家来一同は涙を流す。義経はさらに、キューバの家に生まれて、頼朝の命に従い、平家を追って再会に戦い、三夜に八えし、敵を滅ぼしたのに、 その忠義も、いたずらになってしまった。思うことが叶わないのが売れ行きよだとは知るものの、まっすぐな人は、苦しんで、残言をする者は勢いを得る。神もふっつもないものだろうかと述べる。舞台上では、自由体と小方が歌う。場面は戻って、畑の席。橋がかりで、とかしが立ち持ちを呼び、さっきの山伏に酒を送りたいので先に行ってそのことを、告げて来いと命じる。 立ち持ちは、急いで追いつき、その場の協力に、先ほどの失礼のお詫びに酒を持ってきた。時期に、徳氏様が見えるのでそう伝えてくれという。協力が弁慶にそのことを告げると、驚いたことだ。しかしお目にかかろうと言い、やがてやってきた徳氏を迎える。弁慶は、酒を飲ませて人を油断させようという腹だなと悟り、怪しまれないように気をつけよと一堂に注意を促す。 そして酒に酔った体で面白や酸水に酒きを浮かめてはと歌いはじる。弁慶はもともと、比叡山では、延年舞の芸能像であったので、なるは、滝の水という延年の一節を口ずさみ、溶かしに釈をする。とかしはこれを受け、その延年の舞を見せてほしいという。そこで、弁慶の舞、通常では、男舞になる。なるは、滝の水日はてるとも絶えずとうたりという今用から、 独特立てや、中略心許すな関森の人々。糸もをしてさらばよとて、中略虎のを踏み読者の口を逃れたる心地して、道の,くの国へぞ降りける。早く立ちなさい。関森に心許してはいかん。おいとまします。さようなら。危ないところをやっと逃れた心地だと、道の,くの国へと向かったという歌いで、一度、道の,くの国へ向けて逃れ行く。脳の,の、 アタケは、後世、様々な演劇作品、講談などに展開していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。